アホードリカは、鳥類、水なぎ鳥目のトガである。アホードリと総称される。ただし競技には、この一種をアホードリと呼ぶ。インド洋南部、南大西洋、太平洋。寒帯から亜熱帯までに生息するが、北、大西洋には生息しない。北半球には、北、太平洋に、北アホードリ族フィバストリアのみが生息する。原則として、 赤道直下には生息しないが、例外的に、東、太平洋のガラパゴス海域から南米西岸にかけてのフンボルト海流による寒流域にガラパゴスアホードリフィバストリアナーラタが生息する。他の水なぎドリメと異なり、アホードリ科の鳥は地面にしっかりと立つことができる。写真はクロアシアホードリ。最大種はワタリアホードリで、 全長1 0 7 1 3 5トル、翼海長3 0 0トル。高アスペクト比の翼は揚力に比べて相対的に誘導抵抗を減少させ、海上で発生する気流に乗るのに適している。多くの種では全身が白い羽毛で覆われる。翼や尾葉が暗色の種もいる。くちばしは太く長く、先端はやや下方へ湾曲する。くちばしの両脇に外尾根がある。 卵獲は白い。海洋に生息する。風の強い高所から、風の弱い低所に急降下し、急降下の勢いと風力の差を利用して、再び高所へ上がるダイナミックソワリングを繰り返し、長時間羽ばたかずに飛翔する。食生は動物食で魚類、甲殻類、軟体動物などを食べる。主に水面付近にいる獲物を加えて捕食するが、空中から急降下して、 獲物を捕食することもある。稀に胃の中から深海魚が発見されることもある。ペアは通常は一方が死ぬまで一生解消されないが繁殖が失敗し続けると解消されることもある。多くの種で集団繁殖地を形成する。一回に一個の卵を産み私有交代で放卵する。生後3、4年で。 生成熟するが、実際にはさらに数年経過してから繁殖を行うことが多い。平均寿命は30年。系統樹の果敢は、ハケットへ通る、家内は、ナンスタンディーペナルーアリックウィンクより、アホードリカは、水なぎどり目の位置下で、目の規定付近に分岐した。古くから、トカとされてきたが、カウスやシブリーアルクイーストは、水なぎどを広く取り、 水泣き鳥かアホードリアかジオメデイナへとした。以前はアホードリ属ディオメデアとハイロアホードリ属の二属で本家が構成されていた。しかしミトコンドリア DNA のシトクロム B の分子系統学的解析から本家内に四つの単系統群が認められるとしてアホードリ属を大アホードリ属、北アホードリ属、森モモーク属に分割する説が有力とされる。彼らはさらに 従来は13、14種に分類されていた種も分割した。最大で24種とする説が現れたが、ただしそのうちいくつかの種は再統合をすることが主流で、国際調理学会議は21種を認める。例えば、ハジロアホードリは、タスマニアアホードリ、オークランドアタリアホードリ、サルビンアホードリ、チャタムアホードリの4種に分割されたが、ブルグアンドクロクソルは大枠ではそれを認めつつも、 タスマニアアホードリとオークランドアタリアホードリの間に遺伝的差異はないとした。国際鳥類学会により、和名は厚生労働省議補化などより、以下に分類対象表を示す。アムステルワタリアホードリは IOC に従い、ワタリアホードリに含まれていたとした。バードリフインターナショナルによる個体数とその増減傾向、IUCN レッドリストによる評価を付記する。 ミッドウェイ島の旗にはコアホードリが描かれている。英語名のアルバトロスはスペイン語で大型の海鳥を指すアルカトラズに由来し、それはさらにアラビア語でのベリカンアルコダスに由来する。歴史した船乗りの魂が宿った鳥として不吉の象徴とされることもあった。卵も含めて食用とされることもある。また羽毛が利用されることもあった。開発による繁殖地の破壊。 水質汚染、漁業による混濁、食用や羽毛目的の乱獲、人為的に移入された動物による捕食などにより、生息数が減少している種もいる。ゴルフで3打少なく打つことをアルバトロスというが、アホ踊りが羽ばたくことなく何時間も海の上を飛ぶことを由来とする。飛行機に衝突することもあった。船乗りが陸が近くなったことを認識する目印にしたこともあった。 漁場探索の手がかりとされることもある。ありがとうございます。